ソシナ、オールスター感謝祭、不在で集まる心配。過去動画では一生付き合う病気カミングアウトの不穏。10月5日、毎年春と秋恒例の、オールスター感謝祭一重引用府24週、TBSK が生放送された。同番組の早押しクイズで2022年秋と2023年春の過去2回、連続で総合優勝している下振り明星、ソシナは、 体調不良を理由に欠席。写真あり、YouTube の動画内で一生付き合う病気を告白したソシ品。相方の聖夜は、ソシ品と仲がいいタレントを引き合いに、あのちゃんがスタジオにいて休むって、マジです。マジで体調悪いです、とソシ品の体調の悪さを説明した。祖者の体調不良はこれだけではない。芸能担当記者が、 こう明かす。粗品さんは10月3日に予定していた全国5大都市ツアー、くるみ割り人形の大阪公演を延期しました。さらに9月20日深夜に放送された下降り明星のオールナイト日本日本放送も本番直前に欠席。いずれも体調不良が理由でした。実は、 ソシナさんは8月12日に公開された YouTube チャンネル、しもフリチューブの中で衝撃告白します。僕ね、1年間体調悪いです。病院行って、高病気したとかじゃないねんけど、体感、ほんま1年ずっと倦怠感あるんですよ。ずっとなんかズーンみたいな。今は喉と、あとぼーっと寸年などと。 慢性的な体調不良が1年ほど続いていることを打ち明けていました。そして今回のオールスター感謝祭の欠席。X では多くのファンの心配の声が集まっている。粗品のいないオールスター感謝祭なんて。あれだけ音楽に真剣で、オールスター感謝祭に本気だった粗品さんが全てキャンセルして休養しなきゃいけないの。 病気の初期症状と言っていたものが実は重い状態に進行しているんじゃないかという考えに嫌でもなってしまってソワソワするな。慢性的な体調不良とは一体実は、シ品は10月4日に公開された自身の YouTube チャンネル、シ品のロケの動画で体調不良で仕事欠席。しかも先週とか矢品。祖品のロケも飛ばしてるからな、一回。 体調不良で、いや、申し訳なかったけど、と話し、これ、あんまり言ってないねんやけど。ちゃんと病気の初期症状やったわ、と、医師から診察を受けたことを明かしたのだ。続けて、まあ、ピーするけど、と断った後、実際にピー音が入り、病気ののは明かさずに、知ってる俺もそれの初期症状みたいなんや。薬とかももらって、 しかも付き合う系のさ体調不良なんや、と話す。さらに、それは初期症状って言うだけで、重度じゃないから、まあまあ。ちょっとゆっくりな、という感じやで。だから、ほんま、ちょっと体。もう31で、ちょっともうしんどいわ。病気やは、これ。なんかもう、疲れてるで、と語ったのだ。 この粗品の突然の一生付き合う病気のカミングアウトに心配するコメントが多数寄せられた。病気すごく心配です無理せず健康第一でゆっくり休んでください。ずっと体調悪かったもんね、なんかしんどいみたいなのずっと言ってたし、本当お大事にしてください。P の部分心配すぎる仕事はほんまに無理しないでほしい。身体が一番大事。 動画では、休んでくで、これからどんどん、と宣言していた祖品。自身のためにもファンのためにも、体調が悪い時は無理せず休んでほしい。